佐渡金山、で、え、す、ー、ね金山今、ね、えー世,えー、世界遺産、これだって急に出てきてね、いきなりな、あのー、しとかいう、ポットで出てきた話じゃなくて、もう佐渡金山の世界遺産登録への取り組みはもう20年やってるわけですからね、それで積み上げて、積み上げて、積み上げて、安倍内閣で、まあ、方針が決まって、さあ、出すぞという時に、えー、岸田さんが。 せっかくねこの安倍さんそれから菅さんがこう長期間かけて築き上げてきたその韓国の、ね、言われなきこの要求に屈しないというね、えーまあ、そういう流れをここでもしかして 終収支負っちゃうんじゃないかというね、まあこれまでね、あのー、韓国が無理難題ふっかけてきて、えー、謝れだの金出せだの身に覚えがないことでもいや謝ったら終わるからって言ってそうですかじゃあごめんなさいって言ったら今謝ったよねじゃあ金出せみたいなですねもうね、えー、もうどんどんドズボにはまるわけですよそれでまあそのね何ですかねこの韓国政府のね必要なまでのこの宣伝工作ねまあ普通だったらそれに対して してそれが正しいの正しくないのやるんですけどもまあ日本政府はずっとそれに対してま相手にしなくていいって黙ってたらですね世界では韓国政府が言うことが本当なんだってことになっちゃったわけですねそれを安倍政権になってねえ少しでもあの反論しなくてはということでちょっと変わりましたけどもそれでまたね岸田政権に戻ってえまただちょっとね今日の あまあ、有本さん情報ですけども官邸もだいぶこれ批判をね浴びてちょっとまずいんじゃないかっていう空気にちょっとなってるって言うんですよねえ高市さんもね予算委員会で質問しましたけれどもえちょっとそれでえ高市さんの言うことに聞く耳を聞く力を発揮してですねよしじゃあこれはもうえ推薦しようっていうふうにしてくれれば, <laughs> くれればね あのいいんですけどもね。こんなこと言い始めたらどうなるか予測がついたと思うんですよ。まあ、一応ね、えー、保守も。 ほら自民党って保守政党じゃないですかでたくさんの保守の人がまあまあね、岸、まあ、田さんでもまあ、しゃあないかと応援しようかって言ってる人いるわけですからもしこんなんでね、えー、韓国政府のいちゃもんに屈して、ね、あるべき、ねえーね、<coughs> 推薦をしなかったということになるとこれはもうね、ねなんとかつなぎ止めている保守層が完全に離反しますからね。えー 一応読んでいきますかね政府は20日、文化審議会が世界文化遺産の国内推薦候補に選んだ佐渡島の金山について今年度はユネスコへの推薦を見送る方向で調整に入った。 ですってこれね、あの見送ったら次あるじゃんと思ったら結構それは短絡的な考えらしいですよ、今回通んないとちょっといよいよもう、ポシャっちゃう可能性もあるらしいんですね、まあ仮に今回に通んなくてもですね、えー、諦めてもらいたくないんですけども、えー、だってす来年通すんだったら今年通しゃいいわけで、来年通るものが今年通らない理屈がおかしいわけですよね。はい えー、韓国などが戦時中に朝鮮半島出身者らへの強制労働があったなどと反発しており外務省を中心に慎重論が広がっていた早期の推薦決定を求めていた地元の新潟県だけではなく、えー、自民党内からも反発の声が出始めているということですね、えー、ですからまあ一応、ねそのえー、韓国からの、まあ、応募校、ね、は若干来てたらしいんですけれどもそれも本当に少人数でしかもそこではです、ね、強制労働もなければ、えー、別に主要 教授でも何でもないですからね、あの働く場所ですからね、はい、だから、まあ、これも一応、まあ、皆さんね、ねこの番組を見らてらっしゃる方はまあ大体ご存知だと思いますけども、一応、構造を説明しておきますね、でえー、外務省は、まあ、お呼び腰なわけですよ。 えーえー、一応、韓国側の言うことを聞いてヒアリングしてからじゃないと進められないという態度を取るわけなんですねでそれはなぜかというとこれ本来であれば世界遺産なんて世界遺産なんてそれぞれの国が、ね、どれを推薦するかこれは主権国家ですから自由に決めればいいんですよで周りの国に相談する必要はないんですよね。とこころがこれ世界記憶遺産 の時のことがちょっと影響してるっていうわけですね。それは何かというと世界、まあ、そもそも世界記憶遺産なんて、そんなものをですね、もうやめちまえと思うんですよ。で、えー、何かというともう、えーね、南京、それからあの従軍慰安婦、まあ、こういったものの、まあ、資料があるってわけですよ。 これを世界の記憶遺産にするっていう流れができたときに、まあ日本側が、まあ日本の外務省がですね、いやちょっと待ったとで。これはね、あの日本に関することだし、一方的なね、あの申請だけで通るのはおかしいと。だから、まあそういうね、えー、問題にね、圧力を、あの、及ぶ、あの、あ 圧力を生むようなものに関しては事前にね、えー、その関係国との調整を図った上であのー、決めなくてはいけないんだということを日本が提唱したわけですねでそれ通ったわけですよそれで南京大虐殺とかその、えー、十軍イヤフの世界記憶遺産がポンと登録されるのをなんとか今防いでるという状況なんですねだから外務省としてはそういうのがあるからかたやこの佐渡金山でこの韓国が行ってきてるのに韓国のヒアリングをせずに通した これは言ってることやってることは違うっていうふうに思われちゃうの嫌だみたいな感じで外務省としてはまあ韓国からねヒアリングしなきゃみたいなねつまんないことを言ってるらしいんですよ。ところが。世世界界記憶遺産と世界遺産産と 全然違うんですよ。これ世界記憶遺産じゃなくて世界遺産ですからね、全然プロセスも期間も別なわけですよ。えー、それで、えー、これ本当にね、じゃあ、あの、えー、朝鮮人の、えー、強制労働とか、もしくは惨殺とか、あったっていうんだったら、まだね、まだしもないんだから。 <laughs> えー、だからなんか日本がやろうとするとすぐ韓国が「あのいや自分たちはひどい目にあった」みたいに言って妨害するわけですよ、えー、そ,れでそこには正しいことだけならいいんですけどもありもしない虚偽「自分たちはね強制労働された殺された」みたいに言うわけですよないわけだからねしかも今回はその昭和期のことで申請してるわけじゃなくて江戸時代のところ 江戸時代までの佐渡金山をこう申請しているわけですから、は、ま、な、あ、から韓国、関係ないわけですよね。えー、ですから、やっぱり安倍,さん安倍政権が終わると、安倍・菅政権が終わると、外務省はなんか先祖返りしちゃったっていうかね、やっぱり安倍内閣の時は、やっぱり官邸からピシピシね、お尻叩かれて、方針はこうだって言って、外務省、この方針でやれって、まあ、やっぱり総理が方針を示して、こうだっていうと、さすがの官僚も動くわけですよ。 えー、ところがやっぱりね えー、総理が変わるとこうピシピシお尻叩く人いませんからはいやはいやってやる人いませんからねそうすると自分たちの理論でやりたいやりたくないってなるわけですよねえー、それは外務省はですねやっぱ何でもかんでも喧嘩するよりもまあまあ仲良く交流しましょうみたいなえー、ねそういうのを優先しちゃうわけですよまあそれはね仲良く交流してね、えー、信仰を温め合ってねいい関係を築くっていうのはそれは国家間としてはいいことなんですけどもその代償としてねやってもないことをね、えー やったように世界に宣伝されたりとか本来通せるものをなんか機嫌へそ曲げてるからまあ今回はあのやめておきましょうみたいですねそれはですねどっちの国の国益を背負ってるんですかって話なんです勝利省略なんて関係ないんですよ国益ですから外務省は省としてのねしょこれ勝利省略って言うんですよえー、えー、まあよくある話です永田町の原理でねもう各省庁はなんかほら 敵対しててたりすすするるわけですよ関係することについてね、えー、そうすると勝利省略っていうでも政府の機関って国益のために存在してるわけですからね勝利省略と国益を、ねえー、考えなさいって言うんですよ、えー、例えば外務省にとって、まあ、ちょっと面倒くさいなとかできればやりたくないなっていうことであったとしても。 それが本当に国益にかなうんだったら、せっせいことでやんなきゃダメですよね。やっぱ後ろからね、えー、ペシペシ叩く人がいなくなったんですよ。ええー。この違いは大きいんですね。もし安倍菅あ内閣だったら、こんな低たらく、外務省のこんな低たらくはなかったでしょうね。それから大臣が悪いね。ええー。あの大臣に任せてるとね、ろくな外交が行われませんよ。よく見といてください。えー。この大臣がね、 えー、ど,うどうするか、えー、これはちゃんと見ておいてほしいですね。で、どうも、あこれは滝田さんがおっしゃったのかな。 つえー、と安倍・菅体制っていうのはやっぱ首相が責任を取るからこれやれっていう、まあ、そういうですね、あのー、一体感っていうのがあったらしいんですけどもどうも今の,、ね、あの首相はそれぞれなんか勝手にやらせちゃうような感じらしいですよ、その代わり失敗したら自分で責任取ってねとうまくいったら俺の功績ねみたいな、もう最悪ですよね、そんな感じなんですよ。だからら例えば、えー、政府がキビキビ動いていいてててこととやっっるなと思ってみたら えー、岸防衛大臣だったりとか、<laughs> あそれは岸さんが自由にやってるからそうなるわけですよね、はいえー、ですからそのトンガに関しても、えー、岸田総理がですね迅速に前に出てメッセージ出すなんてことはなかったわけですから総理が表に出なくても、えー、岸防衛大臣がですねさっさと動いてあの水届けたりとかしましたよね、はい、そうなんですよ。だからね、あのー、ちょっと と今のこのね佐渡金山の推薦見送りはどうも、えー、外務大臣ね林外務大臣ががんなんじゃないかなというふうに思いますよええー、まあね幹事長もねシェイシェイです,ですしね <laughs> まあ林さんもねもう完全に中国の、えー、まあ近辺の腰巾着みたいになってますからね いやーひどいですねもう林林大臣と呼んだほうがいいんじゃないかという、うん、<laughs> そういうですねコメントもありますけどもねあ令和の近文ねあーなるほど令和のえ文が一緒ですもんね令和の河み <laughs> <laughs> 文麿岸田文雄 <laughs> 最後がアルファベットの「王だというのもねいちゃもんだという <laughs> でも、中身は本当にあ、でもね、やっぱり近衛文麿は多分あの、ソ連のスパイですからね、あの男はね、うん、まあ岸田さんはそんな、なんかね、そんな器用な人には思えないね、はいえー、どっかの国のスパイをやりながら首相までのし上がってきて、よし、ふんふんふん、こっからやってやるみたいな、そんな策略家とは思えないですよね。えー、だからまあ 令和の近衛文雄には多分なれないでしょうね。だって何の戦略もないですもん。ほら、近衛文雄の、近衛文雄には間違ってましたけども彼なりの戦略があったわけですよ。ドイツと手を組むとかね、あったわけですよね。えー、岸田さんにはないですからね。岸田文王文王。<laughs> <laughs> そうですか。まあ、ちょっと、なんとか。 サドキンザまあでもね、まあ、あの別に世界遺産なんかはっきり言ってどうでもいいんですよ、ね、<laughs> 別にそんなユネスコが権威だと思わないしどうでもいいですどうでもいいんだけれどもそのそれはもう別にユネスコ云々に関係なしに韓国政府に言われたからねっ納得してあっだよねって 分かったって納得すること言われたんだったともかく事実無根のこと言われてそれでねやめるなんていうことはもう絶対あってはいけないですよ。